それでは上段に対してです。はい、お願いします。はい、上段構えてください。はい、上段に、相手が来た場合ですね、上段というのは、これから相手が打とうとするところの出鼻面、これが一番、いいところです。これを逆に、スッと攻めて相手が打ってくるところですね。それを誘いまして、これも裏と表誘って、はい、パンパン、表からね、はい、もっと早く、フッパンパン、上段から、はい、誘ってパンパン、すり上げ、はい、誘って裏からですね、誘って裏から、はい、これも、はい、誘ってどう、はい、どう、はい、誘ってほっ、はい、誘って、はい、はい、こういうふうに上段に対しても、相手が上段に構えます、ね、上段は火の構えといって、上からぐーっとうーんとして乗ってきて、相手が出ようとするとパーン、こらえといて、こらえといて、パーンというのが醍醐味です。一番いいところの技です。したがってそこを我慢、こちらも我慢して、手に出鼻目が来るというところをスッと刺す、そこで来たところをパンパンとすり上げる、これはもう相手を狙って、もう伸びきったところまで我慢しますね。そうしたところをパッパッと表からすり上げます。そうしますと、もう片手で伸びきってますから、どうすることもできません。そういったところをスッと刺す、来た、パンパン、表からね、これから突きでも攻める、突きでも攻める、またこう攻めようとするところ出鼻目を来る、そこをハッと来たところ、今度は裏からパンパン、サッパンパン、裏からすり上げる、こういった技があります。まあこういった技を、覚えていただきますと、上段に対しても、攻め方がまた楽になると思います。